ギリギリ政府とか言ってた後藤氏、またもごもごわからないこと言う。テレビ朝日の報道ステーションに出る後藤健治コメンテーターは、昨22日も沖縄も大阪も特殊事情だという自民党議員の表現があったが、それは言い訳に過ぎない。今回、野党側も統一候補をきちっと立てられなかったという特殊事情があると切り出した。 自民にとっての特殊事情は言い訳で、野党にとっての特殊事情は言い訳じゃないってどんな違いなのか。全く分析とも呼べないレベルの低いコメントを全国放送で流すズーズーしさに呆れる。話の前後が矛盾しているし、そのまま聞いてもダブルスタンダードを平気で素通りしている。事前スタッフ打ち合わせでは、安倍政権、自民党批判が大前提で与党はアウト。 野党はギリギリ政府と言わそうとして喋らせるから尻滅裂になる。やっぱり言い訳ではないの。コント番組と大同章異だ。ネット番組虎ノ門ニュースでは青山茂春氏目言を提している。それによると、自民党の大阪と沖縄は特別これは良くない。大阪はともかく、中国は沖縄の切り離しを明らかに狙っていて、 沖縄の貴族は未解決な問題と世界に向けて公言している。その中で自分から大阪と沖縄は特別と言ってしまうのは感化できないと指摘した。これを聞けば、自分の考えと差異があっても意味を明確に受け取れる。無駄な視聴時間にならない。要するに日常は大手テレビ局の報道番組は暇つぶし視聴者がお相手なのだと分かった。 有名無名米飯の持論などを無視で筋書きを作るのだ。